げちゃうんだよって。マジか。げちゃうんだよ。変なこと言っちゃう。やべやべ。げちゃう、勘違いしちゃう。いやでもすごいわ、やっぱり。あ、足が痛い。ここが痛いね。足が痛い。下が痛い。うお、足が痛い。下だったり上だったり。だからこの辺が痛いと、生理不順でした。あ、私それある。全然ある足。整体で整理が軽くできる。マジでですか。本当だよね。生理の時やってもらった。やった方がいいんだよ。え、本当に？うん。だからここすんごい硬かったから、この上。マジか。だから相当血行不良してる。ここ冷たくなって硬くなっちゃうんですよ。カイロここに貼った方がいい。あ、マジですか。あったかいと楽になる。少し楽になるから。だから血行不良って要は、ね、新しいものを作るために、寝返るために。ここに集中するの痛い痛い痛い足痛い足痛い足痛いこれ何超痛い痛いあーそれ何ですかそれ何ですか痛いストレスえマジ大変痛い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 よしじゃあちょっと足やろうかなここはちょうど土馬ぞ真ん中辺なんで痛い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 このラインがこう痛い。女性なんか結構ここのラインが痛い。痛い。痛い。どっち？足。ちょっとラインが痛い。でもさっきこっちなんですけど、もっともうちょい内側これ。おお。あだらだらだらだそれそれ。痛い痛い痛いそれ。測定筋膜、あの測定筋の朝つるんです。あもうダメじゃん。ダメじゃん。それもうダメよそれ。30だっけ？30で足つるってさ、やっぱり運動不足だよ。やばい。うん、歩かなきゃダメ。足の中つるの？足指？足の？つるっていうかかかとが痛くなる。あここ？朝？中心とかが変わってきちゃうから。うん。さっきの骨盤の歪みが、から歩き方がおかしい。だから骨盤調整で筋肉に、その体がその上が整うと、この重心全然変わる。ベルトつけとかなんかダメじゃない？ダメだ。じゃあ今ほら、右やってみるよ。はい。同じことやってみるよ。多分そんなに痛くない。あれ？同じ力だよ。え、全然痛くない。こっちに重心乗っちゃった。気づいた方がいいよ。やばいやばいやばい。違うでしょ。マジで？こっち気持ちいいでしょ。全然痛くない。マジ？はい。うん、さっきのこれとこうやるやつ。全然痛くない。痛くないでしょ。全然痛くない。測定筋が突っ張ってないんですよ。こっちはここで突っ張っちゃった。こっち側は多分大丈夫。こっち痛くないでしょ。測定筋。全然痛くない。こっち側が痛い。あ、そう全然痛い全然痛い痛い、ゴリゴリ言ってる痛いそれ何痛いグーでやっただけでしょ、こっち行こうほら気持ちいいでしょ全然痛くない気持ちいいでしょマジかほら引っかかるとこあるんだけどゴリゴリ言うけど痛くない痛くないでしょ本来こうなんですよだから左が全体的に悪いんですよ。やば、肩も腰も足も全部左が悪いんですよ。